ライブで音色を切り替えるのに便利なのがソングモードです。本来はシーケンサーとして使うんですけれども、ライブ中でも活躍します。まず空のソングを用意します。デモソングが入っている場合はソングを消します。ソングボタンからジョブ F6 を押してソング03クリアソングで該当のソングをクリアします。ではトラックに音色を並べていきましょう。トラックの切り替えは16個のナンバーボタンで行います。トラック1エレクトリックピアノ、トラック2ストリングス、トラック3シンセリード、こんな風に必要な音色を並べていきます。並んだ音色の切り替えはナンバーボタンでダイレクト選択が可能です。弾きながら切り替えても音切れしないのがポイント。ペダルで伸ばしつつ次の音色に切り替えることもできます。音量やリバーブなど細かく調整したい場合はミキシングモードに入ります。ここで音量やリバーブ線などエディットします。大体出来上がったらストアを忘れずに。私はいつもライブごとに曲目に合わせて音色を並べたソングを作ります。